国道429号起点岡山県倉敷市、竹川橋交差点付近岡山県倉敷市玉島、阿賀崎国道429号終点京都府、福知山市、新城交差点国道429号は、岡山県倉敷市から京都府福知山市に至る一般国道である。国道427号との分岐標語県丹波市、青垣町起点の岡山県倉敷市玉島で、 国道2号から分岐し、旧国道2号を等身して、倉敷市大島交差点から北上、山陽自動車道倉敷インターチェンジ、岡山自動車道、岡山総社インターチェンジと接続して、岡山県中部の津山市を経由する。津山市からは向きを東寄りに変え、三坂市の鳥取自動車道大原 IC と接続して、兵庫県市総市、長来市などを経て、 京都府福知山市新城で国道9号に至る総延長が約 250km ある一般国道の路線で全線の多くは山間部にあるもともとは府県道だった路線を国道に指定したもので起点からの旧国道2号の区間を除き京商区間や旧勾配、旧カーブなど未整備区間が少なくなかったことから国道の一つに数えられている現在は各所で 整備工事が進められており、岡山県では、朝日バイパスの整備区間を除き、整備がほぼ完了している。しかし、しびき峠を越えた兵庫県側では、未整備区間が数多く残っており、峠越え区間で、兵庫県の国道にしては珍しい、大型車通行困難という道路標識が見受けられ、さらに冬季通行止め区間も存在する。倉敷市浜の茶屋地内に、 起点方向への一方通行区間があるため、実質的に起点終点の全線走破は不可能である。浜野茶屋交差点から浜野茶屋北交差点へ向かう道路は国道指定されていない。一般国道の路線を指定する政令に基づく、起終点及び、経過値は次の通り。当初は1982年に指定された倉敷津山間の一般国道である。 1993年に津山福知山間が延長指定され、現在は全長約 260km に及ぶ倉敷、福知山間の一般国道の路線となっている。行くの区間より、撮影起点は倉敷市玉島阿賀崎の国道2号から分岐する。山陽道筋に霞橋を渡って高橋川沿いに、大島交差点で折れて北へ進んでいき、 倉敷市にある山陽自動車道の倉敷インターチェンジ付近までは交通量が多く交通渋滞も起こる同市内にある岡山自動車道の岡山総社インターチェンジ付近は国道180号と重複する区間がある岡山県久米郡三崎町にある旭川に沿う岡山県道30号内合武部線との重複する区間は旭川をえよみ橋と西川大橋の2つ橋で渡り クランク状の線形を取る。ここにある絵読橋は狭く、センターラインはない。津山市内は国道53号と重複する交通量の多い区間で、新川辺交差点異性は国道53号179号429号の3路線が重複する区間となる。三まか朝五間は、岡山、兵庫県境のしびき峠、 思想市の高野峠という二つの峠を越えてゆく、山あいの1.5車線の道路が続き、高野峠付近はすれ違い困難な一車線の狭く、林道のような雰囲気を持つ。高野峠付近には、福音教書大型車通行不能の看板があり、峠に近づくと福音が狭くなる。思想市一の宮町植木市田では、伊保川沿いの兵庫県道六号洋福思想線と、 重複する区間があり、集落内のア路となる。将来福知山間は、将来市、丹波市境にある、青垣峠、丹波市、福知山市境にある、江ノ木峠と峠越えが2つある区間で、いずれもすれ違い困難な1車線のア路があり、特に、江ノ木峠越えは、大型車が通行できない4箇所のヘアピンカーブが、兵庫県側にある。 将来市の国道312号交点付近で、長来市区の庁舎がある、口柄や交差点付近は、案内標識がない交差点を右左折する、終点、新庄交差点付近は2車線の道路となる。えのき峠や、高野峠など、林道の様相のいわゆる、国道地区間がいくつか点在するが、一つ一つの国道地区間は短い。倉敷総社バイパス。 岡山県総社市岡谷倉敷総社バイパス詳細は、倉敷総社バイパスを参照岡山県倉敷市、西坂から岡山県総社市総社座北国府に至る延長 5.8km のバイパス、木ビ路を南北に貫く総社市、岡谷総社市総社間は、既存の農面堂を克服し、整備が行われた。2010年4月28日午前10時に、供用開始した。 総社バイパス詳細は、総社バイパスを、参照岡山県総社市総社総社あざ北国府から、岡山県岡山市北区門前に至るバイパス道路。これに該当する区間は、総社市宮バイパスの部分区間にあたり国道180号の重複区間である、足森バイパス、朝日バイパス旧外トンネル取り方は、道路詳細は、 鳥型は、道路を参照兵庫県失踪市の千草町岩辺から、羽賀町佐駅に至る延長 2.9km のバイパス。カーブが連続し、福音が狭くいために、通行の難所となっていた鳥が、街峠をトンネルによりバイパスしている。2008年11月11日に供用開始、三子畑バイパス兵庫県朝越助の王に建設された、延長 640m のバイパス。 福音は、車道2車線6.0メートル、全幅9.0メートルで、総事業費は、約5億円。この道路工事に合わせて、無世休暇が一区、改修されている。国道180号との重複走者、市宮バイパス、岡山県岡山市北区高松田中道の駅、編集24時間交通量岡山県兵庫県、岡山県倉敷市倉敷市木備中央町。 岡山県久米郡三崎町西川上交差する道路、岡山県兵庫県京都府沿線。ありがとうございます。